東京都選挙区、NHK と裁判している党弁護士法72条違反での政見放送です。お話は、実業家堀江貴文さんと、NHK と裁判している党弁護士法72条違反で党首、立花隆さんです。 NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党党首、立花孝史と、堀江貴文です、2人で NHK をぶっ壊すということで、堀さん、今日はありがとうございます、もう <laughs> これね、1回やってみたかったんですよ、政見放送で、<laughs> YouTube で、はい、堀江さんがこれをやってやったことが、僕が見てる限りないんですよ、ないですねだないでしょ、だから、まさか今日、ね、これなんか政見放送に来るとやりたくなりますね。 モチベーションが湧きますね。ということで、僕は、いってらっしゃいよ、いってらっしゃいよ、ね僕はやってるんですけど、視聴者の皆さんとか、有権者の皆さんはね、ここで、どうして堀江さんが、堀江衛門が NHK 党の選挙応援してるのかそうそう、僕も最初、紹介されたにあに、上杉隆さんにね、紹介されたの、上杉隆さんですからね、ゴルフ場で紹介されたんですけど、大丈夫かな、この人、大丈夫かなと思ってたら、意外に。 面白い人でちゃんとやっぱ NHK の中にいたんだなっていう、蛯澤さんの懐刀みたいなのやったんですよね、エジョンイルさんのね、懐かしいなので、ちゃんと中のこと全部知ってるから、ちゃんとそういう理論立てて NHK をぶっ壊すをやって、その先の構想はちゃんとあるんだっていうのを僕は知って、結構、 な,るほどなんか、ちょベンチャー企業っぽいなと<ー>、僕は、はベンチャー企業の経営者で、ゼロを1にするみたいなことをやってたんで、要は国政政党でゼロから1の議席を作り出したって、まあ、あのやり方、こんなやり方でできんだっていうのと、<laughs> 僕はなんか昔からあのミニ政党みたいなのいっぱいあったじゃないですか、なんでこの人たちはミニ政党やってんだろうなって、ちょっと不思議だったんですよ。うんうん、でもあのの国民新党のさ、はい 亀井静香さんとか僕のライバルだったいやなんで亀井さんって国民信徒やってんだろうなと思ったし<ー>でも5人集めたでしょ、はい、5人集めて国政政党で僕の選挙出たじゃないですか、うんはい、すごい保険のかけ方してんなと思って <laughs> 要は比例でもか復,活で、ね、復活するようにちゃんとそうやって作ってたわけ、はい、かそうやって政党を作って社会化、はい、要は何を 立花さんがやろうとしているかというと、要はベンチャー企業を0から1で作って、1議席を取って、またさらに1議席付加して、そうやって、あこうやって政党助成金とかを使って政党を大きくしていくんだってことを、ちゃんとやってるなっていう、要はなんかそこが、ちゃんとこう、なんていうのかな。 あの成功法でやっぱりこう小さい勢力ってのは勝てないわけですよ、例えば今回、新型コロナウイルス問題に関しても、はい、その飲食店とかね、うん、その周りのサプライヤーさんとかは、もう大打撃を受けて、そうですね、いっぱい廃業してるもう悲惨な人たちがいっぱいいるわけですよ、はい、失業してる人たちは多いし、うん、学生の皆さんは、ね、意、うん、気揚々と、例えば上京してきた子も、うん、もう2年ぐらい友達に会えてないとか、うん、もう。 悲惨なわけ、うん、でもそんな声を上げても、うん、もうなんか政府は専門家の言うことを聞いて「ロックダウンだ」うん「ロックダウンしかない」うんうん「感謝者数が爆発する」とか。うんはい まあまあ、科学的根拠は全くなないですか、なんでこんな感染者が減ったかって、誰も説明できてないですか、ね、誰もい,いやだ、だから感染しやすい人がしちゃって、もう終わりました、ね、って話なんだろうけど、まあはい、そういうことに対して声を上げるすべがないというか、うん、その政府を動かさないと、結局この状況、ね、うん、特に弱者がそうやって虐げられてる状況って、僕もじくじたる思いで、僕も意見を発信してきて、うん、何も届かない。 だからやっぱそれは政治を変えていかなきゃいけないんだけどそういうことをやってる人たちがほぼいなくて、はい、ほとんどみんなじゃあね、ね政府の言うこともまあ仕方がないかみたいな感じで静、うん、観して動いてないってことに関して僕はすごい憤りを覚えていて、うん、それを変えてくれる可能性があるしかもそれを現実的にちゃんと党として、うん、でありとあらゆることをやって、うん、まあ今も諸派党構想とかやられてますけども。 いろんな人たちのちっちゃな意見を集めて、うんはい、NHK 党という一、まあ、つの箱ですね、すね国政政党って箱を使って、皆さんのせ、えー、と意見をちゃんと伝えるっていうことをやってるとか、でそれがたまにトリッキーなことやりすぎて、政見放送とかいろんなところで色物扱いされてましたけど、<laughs> 僕も最初会った時は色物だ,だと思ってましたが、うん、最初だって僕の話聞かずに、ほとんど携帯触ってましたよそそれはいつもそうです <laughs> 最初の1、2分はね。 あのそうじゃなかったっていうことが僕がここ伝えたいことは色物じゃねえよって話ですでもう割と党首討論とか多分聞くとその辺も多分分かってもらえると思うんでそうですねもう完全に真面目路線にチェンジしているので、うん、てうかもう全然 NHK 問題当然やるのは当然の上で、うん、この先の日本っていうのがやっぱりこのコロナで非常にこう政治のまあもう 弱さっていうんですかね、昨日一おととい、田原総理長さんとちょっと話を僕もしたんですけど、やっぱりリーダーが弱いというか、いわゆるリーダーシップを発揮するのが政治なのに、うんうん、そういう人がやっぱりいない、うん、そうですね、だから、からリーダーシップを発揮して、そうです、そうです。 だから次の選挙、も受かんなくてもいいと思って、うん、あの行動する人たちがいないってことですねそういったリーダーをちゃんと集めてるんだなっていうのと、俺はもっと、うん、もっと僕はびっくりしたのは、立花 <laughs> さん、要は僕みたいに短期的にあの成果を求めようとせず、10年、15年、20年かかってもやるというふうに言われてるところがすごいなと思ったんですよ。 そうですね、僕はもうずっとそうです、だから僕はもう2004年、まあ、2005年に NHK 辞めたんですけど、うん、その2005年の時から、16年前から、うん、いずれ堀江さんと仕事するっていうのは、当時の同僚、みんな聞いてますでしかもそこから選挙出てるわけでしょ、そうですだから船橋市議会議員でしたっけ、そこから国政政党の参議院議員まで行ったわけですよ、はい、でそこをしかも参議院から攻めてるってところも現実的なんですね。だから現実的にその 要は今、少数派とされている人たちの声をちゃんと聞いてあのみんな、多分すごい変わらないよね政治変わらないよねって諦め、定感で選挙に行こうとかって言ってなんか頑張るんだけど結局、みんなでも本音では変わらねえよと思ってるから選挙行かないっていうような状況を現実的にベンチャー企業的なこう選挙をハックして変えていくっていうことを。 まあちゃんとやってる政党は多分 NHK 党だけだと思うので僕は、そこの部分において、ねのねはいそこの部分において応援しまますす、はい、ありがとううございますいやもう僕はいずれ堀江さん、まあ、ちょっとね僕堀江さんに総理大臣になってほしいという思いがずっとあってただい,い,いつもね堀江さん、今回も立候補してないんで、はい、されてないんですけどちょっと政治家になるのが面倒くさいとよくおっしゃるじゃないですか。はい ここの理由はどういういとなんですか例えば給料が減るとか、はいうん、プライベートの時間なな何がまあ僕の場合はその宇宙開発だったりとか食、はい、で世界を変えるとか、はい、そういうなんか世界目線でやりたいなと思っていて、うん、それがまあなんか起業家の方がやりやすいなっていう,ふうに思ってる<ー>でも日本の問題に関しても気にはなってる、うん、だけれども僕の人生も一回きりなので、うん、そっちのグローバルの方に僕は振ってますと。 にならずとも、うん、あのお手伝いできるところをお手伝いしていこうかなとそういえば今回堀江さんの秘書が立候補してるんですけど、まあはい、彼が当選したらなんか堀江さんがその秘書の秘書になる,るそうです、ね、まあ公設秘書になるとちょっと面倒くさいんで <laughs> <え> <laughs> あのそうじゃなくてプライベート今の堀江さんの部下が当選すると堀江さんが秘書をするっていう、はい、そうです,そうです <laughs> いやいやぜひともなんか堀江さんが秘書としてなんか。 使われてるね議員会館でね、ちょっと出入りしてね、政治家の代わりにね、うちの斎藤の代わりに、ちょっと堀さん、秘書なのに堀江さんのほがさっき歩いてそうですねいや、いいややそのためにはね、ぜひ、2枚目の投票用紙、NHK 党と1枚目は個人名なんで、NHK 党の人っていうのは、27選挙区しか出てないので、すべてが書けないんですが。 すべての有権者の皆さんは、2枚目の政党名を書くところに、K 党とまあ、長ったらしいんですけど、NHK 党と略称で大丈夫ですので、そうすると、<も>僕はちょっと日本が変わるきっかけが、ここからあなたの一票で生まれるかもしれないというか、生まれる可能性が高いということで、絶対2枚目の投票用紙は NHK 党でお願いします。ということで、選挙に行ってらっしゃい東京都選挙区。 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送でした。